はいどうも、キットレビューですね。アメリカレベルのディアブロ VT ロードスター。ですね、ちょっと気になったので、なんかさっき蚊に食われてかゆいな。ちょっと取り寄せてみました。これは、インパラポリスカーと同様にですね、スナップタイトシリーズということで、まあ接着剤を使わずにできるようで、箱の横見てもらうとね、まあ未塗装で組み立てて楽しみましょうっていう、そういうキットなんですけど、定価がですね、安いんですよ。2400円。まあ、安いからには、まあ、それなりの理由もあるかもしれないですけど、とりあえずちょっと、やってみようかなということで取り寄せてみました。ドイツレベルでも、注文書1回か2回来たと思うんですけど、開けます、シュリンク。ちょっとね、どんな感じなんだろうなということで、取り寄せてみました。まあ、インパラのポリスカーがあんな感じだったので、そんなにこうガシガシとこうリアリティ追求っていう方にはちょっとおすすめできないかもしれないですけど、まあ、定価が2400円で、このロードスタータイプのディアブロは多分出てないんじゃないかなと思うので、他メーカーからは富士見のやつは確か普通のシザースドアの普通のやつで、アメリカのやつも、アメリカじゃない、青島のやつもそうですしね。よいしょ。あれはまあディアブロ GT とかでしたけど、よいしょよいしょよいしょ、おおここまで一体だとは思わなかったダッシュボード一体か。開けない方がよかったかなでもなんかリアのフードは開閉できるのか別体になってますね。よいしょ。タイヤはなんかアメプラによくある感じのパターンの、メーカー名とかは書いてないですけどね。でメッキパーツ、この辺はまあ他のアメプラと共通というか、まあ同じような感じなのかな。あ、そうそうそう、これね、ワイパーから何からね、フロントガラス一体成形なんですよ。だから、この、ここはね、この時点で察してたんですよ。この時点で察してたんですけど、この箱の写真だと、A ピラーはね、なんだろう、塗られてるような感じになってますけど、ここを見るとね、横を見るとね、こういう風になってるので、まあ、ここはなんとなく察してました。で、バスタブないそうですね。で、マフラーが、まで一体成形。でも、エンジンの下側の部分はね、別体成形になってるんで。よいしょ。で、前後シャフト同士。長いビスが3本。よいしょ。このカーボン調っぽい、この、なんとも言えない、この、カラーリングはちょっとっていう感じですけど、よいしょ。お、潔い成形潔い、ここまで潔いかっていうぐらい潔いですね。エンジンどうなの。別体成形だけどエンジンのパーツはないってこと。この20番っていう部品はなんじゃらほいって感じですけど、20番、ランナーの部品、20番、エンジンカバーってことはエンジン再現なしっていうことか。なぜ別体にしたんだろう。成形できなかったからかな。まあ、2400円ならこんなもんなのかな今回もちょっと面食らいましたね、このスナップタイトシリーズ。まあ、ちょっと開けちゃったんでやります。もうちょっとやってみたかった感はあったので、頑張ってみようとは思うんですけど、今回もこれもね、インパラポリスカーと同様、内装とかの塗り分け指示はありません。なので、まあセミグロスブラック一色で塗ってっていう感じだと
でもそれはそれでなんか寂しい気もするんですけど、ブレーキ再現もないですし、まあこのホイールがねこういう形状してるんで、このアメプラ独特というかそういう感じですけど、インパラポリスカー組んでて思ったんですけど、日本のキットってこういうキットもうほとんど壊滅しちゃってるじゃないですか。壊滅っていうとあれだけど、ほとんどなくなっちゃってて、最近青島からね、スナップキットとか出ましたけど、まあ定着はするまでは時間かかりそうですけど、こういうキットとかもね、個人的にはそのリアリティばっかじゃなくて、お小遣いで買える、簡単に組める、こう、走らせて遊ばせられるっていうキットが、もうちょっと日本のメーカーでも出てくんないかなと思うんですよね。で、かつ、その24分の1スケール、まあ難しいとは思うんですけどね。で、その、こう、なんだろう、舵取りとかそういうんじゃなくて、こう、ちっちゃい子がこう遊ばせる、その、ミニカーよりも、ミニカーに飽きちゃって、こう、ミニ四駆に行きたい派閥とプラ、もう自分の場合、自分これどっちのそうだったんですけど、ミニ四駆に行く派閥、プラモデルに行く派閥、で、プラモデルに行く派閥から、と、まあミニ四駆からに行く派閥の中から、一部がラジコンに行く派閥みたいな、そんな感じのね、こう、のがあって、で、まあ今の子たちっていう言い方はちょっとあんま良くないかもしれないですけど、そういう、こう、ミニカーって言っても、まあ、具体名出してもいいかな、これぐらいなら出してもいいかなと思うんですけど、トミカのね、ミニカーだけでは物足りなくなっちゃった子供たちに、じゃあ、今のプラモデルをっていう風にしようとすると、どうしてもね、ちょっとハードル高くないっていう風に思うんですよね。だから、こういう風に、それこそテールランプとか、まあ、これ、ディアブロ、そうなんですけど、ディアブロも、あと、インパラもポリスカーもそうでしたけど、テールランプをクリアレッド成形、ウィンカーとか、フォグランプとかを、シールっていうキットがね、多少出て持ってても売れないんだろうな。そこら辺がね、ちょっと難しいところではあると思うんですけど、そういうのがあっても面白いんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。まあ金型作ってそれペーしてっていう風に考えると難しいんだろうなってことは思うんですけどね。というわけでこれちょっと箱の写真はこんな感じですけども、ちょっとどんな感じに仕上げようか、もう頭の中である程度思い描いてるプランがあるので、ちょっとそれに向かってね組んでみようかなと思いますので、また、組み上がりましたら組んでみたレビューで紹介しようかなと思います。これ定価2400円ですので、まあスーパーカーのプラモデルとしては安い方かな。でもまあ富士見のリアルスポーツカーでね、カウンタックが1800円って考えるとっていう風にはなりますけど、まあこういう風にもねちょっと遊んでみるっていう感じでもねやってみてもいいんじゃないかなと思います。とかあとは小さいお子さんとかにね、最近レベルでもアメリカレベルの方でもスナップタイトシリーズまた別基軸でね、こういうリアリティはほとんど、まあ多少残しつつの簡単に組めるよっていうキットもあるんですけど、それとはまた違う方向のね、違う方向って昔のスナップタイトのキットですね、やってみたいと思います。こういうのもね、ちょっとお子様とかにどうでしょうかみたいな感じで、今回とりあえず取り寄せてみたので、またちょっと組んでみようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。